はい、ではプーチンの隠された正体っていうのをね、見ていきたいなと思います。まず2014年の6月、ノルマンジー上陸作戦の記念式典がフランスで開かれ、多くの首脳が参加しました。そして広島の原爆の映像が会場の大型スクリーンに映し出された時に、会場からは拍手が上がりました。オバマが拍手している映像がありますね。しかしこの時、ドイツのメルケル首相やロシアのプーチン大統領は拍手をすることがありませんでした。プーチン大統領は胸で十字を切りました。これは原爆の犠牲者の人々への、追悼の意を示したということですよ。はい、これが まず一つ目の確証の材料ですね。次、2000年の9月、プーチン大統領が来日した際に講道館で10歳の少女に背負い投げをさせました。こう掴んでる時に、さあ投げ飛ばしてごらんとプーチンさんが言いました。すると少女が、えっと、周りを見て大人の状況をね、確認したんです。え、これいいのと、本当に投げちゃってと。でもみんな結構笑ってたんで、あ、OK なんだということで、少女は、投げたんですね。はい。この他の大人たちに確認する様子、これが結構海外の掲示板で話題になったようですね。で、少女に投げられる様子がですね、やっぱり欧米人には強いインパクトだったようですね。一国の統領が、ね、アメリカの属国である日本の少女に一本を取らせる。ね、器が大きいですね。このことからもプーチン大統領は親日であることがわかるわけですね。そして柔道を哲学として愛し、2005年には柔道家の山下康弘を、リスペクトしているといったような発言もしています。はい、これ2つ目の確証の材料です。では次、2018年の65歳を迎えたプーチンさんに中東のトルクメニスタンの大統領が犬をプレゼントしたんですね、プーチンさんにね。その時の映像が出回りました。トルクメニスタンのハメドフ大統領がですね、子犬の首根っこをですね、ぐっとこう掴んで持ち上げたんですね。片手で掴んで、これすごく行儀が悪い持ち方だなぁと見た人はみんな思うと思いますね。するとですね、プーチンさんはそれを見て、おいおいと、そんな持ち方したらダメでしょうという感じで、とっさに立ち上がって子犬を抱きかかえました。そして掴まれていた首を優しく撫でて、頭に優しくキスをしました。この動画が世界中にシェアされたと。この行動はですね、ただの愛犬家だからなんでしょうかね。そういう認識なんですか。はい、これ3つ目の確証の材料です。では次、2022年の10月、国際討論クラブでのプーチンさんの発言。日本の教科書には日本に核攻撃を仕掛けたのは連合国であると書かれている。日本は教科書でさえ真実を書けないことになっている。アメリカ人はいい仕事をしてるねーと、最後は皮肉の一言を付け加えましたと。日本のこの自虐史観っていうことを把握しとるんですよ。日本人よりも日本のことをよくご存知なんですね。それはそうですよ。アメリカに洗脳されてませんからね。はい、日本の支配層っていうのは、アメリカに忠誠を誓ってきた血筋の世襲なんですよね。でもプーチンさんはそれらを別に憎んではいない。どうやらね、もう分かってるよと、そういう状況だもんね、日本はね、仕方ないよねと思ってくださっておりますな。立派な器を持ってますね。はい、これ4つ目の確証の材料です。では次、2022年の9月、プーチン大統領の演説。演説の内容で日本と関係がある部分だけを読み上げます。ロシア語の翻訳を行ったのは京都都市大学の名誉教授である青山定一さんです。では読み上げます。欧米諸国は何世紀にもわたって他国に自由と民主主義の両方をもたらすと言い続けてきた。しかし民主主義の代わりに抑圧と搾取、自由の代わりに奴隷と暴力、一極集中の世界秩序は
反民主的で自由がない、嘘であり偽善者である。アメリカは世界で唯一核兵器を2回使用した。日本の広島と長崎を壊滅させた国である。さらに第二次世界大戦中、アメリカはイギリスと共にドレスデン、ハンブルク、ケルン、その他多くのドイツの都市を軍事的な必要性もないのに廃墟にしたんだ。目的はただ一つ、日本への原爆投下と同じように世界を威嚇することであった、はい、ちょっとコメント挟むとですね、本来戦争は軍と軍が戦うものであり、軍事施設とかその拠点を狙うのは分かるんですけれども、民間人がたくさん住んでる場所っていうのは被害が出ないようにお互いの国は戦うべきなんですよね。無駄な殺傷はすべきじゃないですよ、それは当たり前のことなんですけれども、アメリカのやってきたことはどうなんでしょうかということなんです。そこを言っとるんですよ、プーチンさんはね。ではちょっとね、もう少しだけ演説の内容を続けます。はい、米国は野蛮なナパーム弾や化学兵器によって韓国とベトナムの人々の記憶にひどい傷跡を残した。今日に至るまでドイツ、日本、韓国、それらを占領し対等な同盟国だと皮肉っている。聞け、どんな同盟なんだそれは。これらの国の指導者がスパイとなっていて、国家元首がオフィスだけではなく自宅まで盗聴されているということはもう全世界が知ってるんだぞ。本当に残念なことだ。それをする人も奴隷のように黙ってこの野暮ったさを飲み込んでいる人も恥ずかしくなる。アメリカのエリートは悲劇を利用してライバルを弱体化させ国民国家を破壊しているんだ。これはヨーロッパにも当てはまることで、フランス、イタリア、スペインなど何世紀もの歴史を持つ国々のアイデンティティに適用されている。はい、これが5つ目の確証の材料です。では次で最後、ロシア政府は遺伝子組み換え作物を用いた食品の輸入や生産を禁止しています。国民の健康を守る狙いで GMO 食品の表示義務厳格化や輸入禁止といった強化対策、強化規制を2000年代からずっと行ってきました。目的はね、一つ、国民の健康を守ることですよ。はい、これが6つ目の確証の材料です。個人的にはこの6つだけでもね、もう十分にこのプーチンさんの人格っていうのを推し剥がれるんですけれども、日本のテレビメディアっていうのは、プーチンは狡猾な人間であるっていう見方をしていて、ね、プーチンさんはもう全部デタラメを言っていると。いうような解釈をしています。でもなぜバイデンは正しいって言い切れるんですかね。さっぱりわかんないんですよ。そんなバイデンがそんなにええこと言うたことあるかな。日本の体制がアメリカ万歳っていうのはわかります。でもその理由以外であります、オバマとバイデンが正しい考えの人だっていうその確証の材料どこにあるのかな。勝てば官軍っていう材料しか見当たらないです。はい、以上です。